はい、こんにちは、レトスノーです。今日は試験日ですね。まず深呼吸をしましょう。緊張していると思います。不安とプレッシャーで押しつぶされそうになっていると思いますんで、まずは深呼吸をしましょう。そして会場に着いたら、まずお手洗い済ませておいた方がいいと思います。おそらく並んでいると思うんですよ。お手洗い並んでいると思いますんで、早めにお手洗いは済ませておきましょう。まあ私自身ですね、まあ本試験の時2回から3回を毎回お手洗い行くんですよ。緊張しちゃうとすぐお手洗い近くなってしまって、行ったんだけどもまた行きたくなっちゃうみたいな感じなんですね。なので、まあ、1時間前ぐらいに着いてすぐに行って、30分前ぐらいにまた行って、で試験が始まる直前、また15分前ぐらいかなぐらいにまた行って、という感じで、まあ、2回とか3回とか私行ってます。まあ私みたいに何回も行く人ってあんまいないとは思うんですけども、早めにお手洗いは済ませておいていただければと思います。で、試験会場では、まあ、多くの方が、まあ、勉強してると思うんですよ。で、まあ、それに合わせて勉強をするのもいいですし、まあ、私はあまり勉強せずに音楽を聴いたりして、まあ、できるだけリラックスを、している感じです。まあ、それも別に過ごし方、どんな感じでもいいので、まあ、あまり周りにとらわれず、周りは周り、自分は自分、みたいな感じで過ごしていただければと思います。で、試験が始まって、わからない問題、絶対に出てきます。まあそういった時に、まあそこでたくさん時間を使うっていうのは、まあ避けた方がいいです。もうわからない問題が出てきたらもう仕方がないと思って、まあ飛ばしてしまう。でむしろここでわからない問題、時間をかけたらこれ落ちてしまうぞと。周りの人はわからない問題、おそらく止まってるだろうな。でもここで止まってしまったら落ちるんだよな。だから自分は勇気を持って飛ばそう。みたいな感じで、とりあえず最後まで一通り終わらせましょう。で、その後、もう一回見直しをするといった流れがいいと思います。また、自己採点が後でできるように、自分自身がどの選択肢にマークをしたのか、というところをちゃんと分かるようにしておきましょう。まあ、問題文の隣に大きく丸をするとか、問題文のところに2とか3とか選択肢の番号を書いておくとか、していただければと思います。また、試験中でも焦ったりすることあるんですよね。なので、焦った時には深呼吸をして落ち着きましょう。深呼吸すると、まあ、1秒2秒、そうするかもしれないですけども、それで落ち着きを取り戻した方がいいと思いますんで、ぜひ焦った時も深呼吸をして取り戻していただければと思います。これまで勉強してきた自分を信じて頑張っていただければと思います。あなたが合格することを応援しております。今年の合格目指して頑張っていきましょう。それでは10月20日の3問に入っていきます。不動産登記法の問題ですね。表題部所有者である A から土地を買い受けた B は、A と共同して B を登記名義人とする所有権の保存登記を申請することができる、丸か×かという問題ですね。で、少し考えたい方は、一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から、この問題文をご確認いただければと思います。で、答えはどうかというと、答えは×です。結論から言うと、所有権の保存登記は A が行うものなんですね。A が行う。A っていうのは、表題部所有者ですね。表題部所有者。A が保存登記を行うんですよ。で、今回の問題は、所有権の保存登記っていうものを、B が A と共同して行うとこう書いてあるわけですよね。これ、間違いですよね。また、B を登記名義人とする所有権の保存登記。これも誤りですね。正しくは A を登記名義人とする所有権の保存登記。これが正しいです。しかもこれは単独で申請できます。A が単独で申請することができます。で、A が保存登記をした後に A から土地を買い受けた B っていうのは A と共同して所有権の移転登記を行うんですね。保存登記をすることによって A が登記名義人になりますよね。で、A から B に所有権の移転登記をする。その際、A と B が共同して行うと、まあ、いうことです。で、まず、表題部所有者って何かっていうと、登記記録の表題部、ここに所有者の欄に記載されたものを言うんですね。で、この表題部所有者っていうのは、表題部に記載されているだけで、権利部には記載されていないから、対抗力は原則ないんですよ。まあ、簡単に言うと、新築した際に、初めの所有者が誰かっていうのを表すだけなんですね。
で、その後、表題部所有者が権利部の校区に保存登記をする。つまり所有権の登記をこれ初めて行うわけですね。そうすることによって対抗力を持つんだということです。流れとしては、まず最初、表題部に所有者を登記します。で、その後、この所有者が保存登記をするという流れなんですね。で、その後この保存登記をした人が、まあ人にね、売るっていうのであれば、飼い主に対して所有権の移転登記をするといった流れになります。まあこの点ね、基本的なところなのでしっかり頭に入れておきましょう。個別市場の受講者さんでわからないっていう方は、ご質問いただければ解説させていただきます。で、問い2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。チャンネル登録の隣にベルのボタンあるんですけども、そちらクリックしていただいて、すべてを押していただくと、私が新しい動画を更新すると、アップすると、その通知が来るようになりますので、そちらもぜひ行ってください。で、問い2ですね。売り主である宅建業者は、買い主が宅建業者である場合、37条書面の交付は省略できるが、35条書面の交付は省略することができない。丸か×かという問題ですね。で、これは×です。基本中の基本問題ですね。買い主が宅建業者でも、売り主である宅建業者、売り主業者ですね、は35条書面、および37条書面の交付は義務です。したがって誤りですね。今回の問題は、37条書面の交付を省略することができるって書いてあるので、この部分が誤りです。後半部分、こちらは正しいですね。で、買い主が宅建業者の時に適用がない場合については、これちゃんと、まとめておくと効率的です。で、この点については、個別指導で解説させていただきます。で、3番ですね、開発許可です。開発許可を受けた、開発区域内で、工事の完了の公告があるまでの間に、工事用の仮設建築物を建築するためには、都道府県知事の承認が必要である、丸か×かという問題ですね。で、こういった問題っていうのは、解説を丸暗記というよりも、やはりこの問題文をちゃんと理解するということがすごく重要なんですよね。個別指導でも一番最初にお伝えするのは問題文の理解っていうところなんですよ。問題文が理解できていないと、どれだけ勉強して解説、いわゆる法律というものを頭に入れたとしても、それが使えないんですね。つまり法律が頭に入っていたとしても、得点できない。結果として合格できないということになりますので、ちゃんと問題文を理解するというような勉強を早い段階から行うということが重要です。もう理解学習の一番の基本というのは問題文の理解なので、その点を注意しながら行っていきましょう。で、この問題についてどうやって問題文を理解するのかっていうと、ちょっと、解説長くなりますので、すいません、省略させていただきます。個別指導の受講者についてわからない方は、ご質問いただければ解説させていただきます。で、今回の問題はどうかというと、×です。開発許可を受けた開発区域内で、工事完了の公告があるまでの間は、原則建築物を建築することができないんですね。ただし、今回例外なんですね。今回は例外として、建築可能なんですよ。工事用の仮設用建築物、建築は可能です。で、その際に承認は不要なんですね。で、これなぜかっていうと、プレハブ小屋、ちょっとしたちっちゃな事務所ですよね。まあ、それぐらいだったら承認不要でいいでしょと。まあ、そういった感じです。もう人が住むような建物とかそういったものじゃなくて、もう簡易的な建物なので、もう例外として承認不要で建築することは可能だというふうにしています。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今日の試験頑張ってきてください。応援しています。レトスの小野でした。